スケートはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はガンギエイモクに属するエイの総称であるスケートにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目であり、初代スケートは F 級潜水艦四番艦で F-4 に改名後、第一次世界大戦に参加、1915年8月31日に戦没している。なお、 退役から11年後に、スケート級原子力潜水艦一番艦として3代目、スケートが収益している。ビッグスケートバードアスケートスケートは1942年8月1日に、カリフォルニア州バレーホノメアアイランド海軍造船所で、寄港する。1943年3月4日に、ジョージ・ P ・シャマー夫人によって、命名、浸水士、艦長ジーン。 ビーマッキニー少佐の指揮下4月15日に収益する。カリフォルニア海岸沖合での成長を終えると、スケートは、真珠湾に開港された。9月25日、スケートは、最初の紹介で、ウェイク島方面に向かった。スケートの任務は、日本軍によって保持された、ウェイク島に対する空襲部隊の救助任務であった。10月6日の夜明け、スケートは、 9名以下だからパイロットを救助中に、関西機迎撃のため飛来してきた冷戦による機銃装車を受け、地下に1名が致命的な傷を負う。スケートは司令塔などに3発被弾したが、致命的な損傷とはならなかった。翌日スケートは海岸から5000ヤードの距離に近づき、敵による激しい砲撃の中パイロット2名を救助した。 三人目のパイロットを捜索中に、急降下爆撃機による攻撃を受け、回避するための先行を強いられた。ミッドウェイ島に一旦帰島した後、再び、ウェイク島に向かいパイロットの救助任務を行った。10月28日、スケートは31日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。11月15日、 スケートは2回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。11月30日、スケートは5隻の軍艦のマストを指認する。これは、トラックから横須賀に向かう、途中の空母随宝と、運用、沖田か、従順洋艦、マヤ、これらを護衛する駆逐艦4隻からなる艦隊であった。 スケートは1400メートルの距離から運用に向けて3本の魚雷を放射状に発射したが、駆逐艦の爆雷攻撃を受け先行を余儀なくされた。魚雷は運用の完備をかすめ去って命中しなかった。12月21日、スケートはトラック北方140回りの地点で、応急タンカー昇華丸を撃沈した。この頃、スケートをはじめとする、 トラック近辺のアメリカ潜水艦に対し、戦艦ヤマトがやってくるので待ち伏せよとの指令が出ていた。その指令の末尾には、良いクリスマスプレゼントという文言も添えられていた。4日後の12月25日の明け方頃、スケートはトラックの180回離地点でそのクリスマスプレゼントたるヤマトと護衛の駆逐艦3隻をレーダーで探知した。 距離は2万5000メートルほどあったが、ヤマトがジグザグ航行を行いスケートの射程内に入ってきた。スケートは艦尾発射管から魚雷4本を発射し、うち1本がヤマトの艦隊後部に命中した。当のヤマトでは、軽微な振動しか感じなかったが、護衛の駆逐艦から水中を見た重油が流れ出ているとの報告があって、初めて魚雷が命中したことを知った。 ヤマトは右に4度傾斜したが後攻に、支障はなく、トラック入港後調査が行われ、バルジに箱が見られた他走行板を支えていた、支柱が、光なりのショックで緩んでいたことも判明した。1944年1月7日、スケートは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ウィリアム・ P ・グラナーに変わった。軽巡洋艦アガの2月5日、 スケートは3回目の紹介でトラック諸島近海に向かった。アメリカ軍は当時、エニウェトク干渉攻略の支援作戦であるトラックに対する空襲を起としており、スケートなどの潜水艦は救助任務とトラックから脱出してくる艦船に対する攻撃が命じられていた。2月16日、トラック北方を紹介していたスケートは、駆逐艦追い風と、 第28号区船艇に護衛されていた、軽巡洋艦アガノを発見した。アガノは、前年の11月12日にスキャンプの来撃で、損傷し、トラックで、応急修理の上本土に開港されるところであった。044-0、スケートは、アガノの右舷側から4本の魚雷を発射し、うち2本が命中。アガノは火災を発生した後、翌17日未明に沈没した。 スケートは空襲後も紹介を続けた。3月17日、スケートは42日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。4月11日、スケートは4回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、貨物船一石に損害を与えたと記録したほか、5月19日には、特設監視定を撃沈し、 日本人二人と朝鮮人一人の合計三人の捕虜を得た。5月31日、スケートは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。駆逐艦薄雲6月23日、スケートは5回目の紹介で、千島列島方面に向かった。7月7日、夕刻、スケートは、北緯47度36分、東計148度10分。 北47.600度統計148.167度、47.600148.167の地点で、小樽から、千島各地に向かう機504船団を発見し、ただ一隻の護衛艦である、駆逐艦薄雲に向けて、魚雷を発射、命中弾を得て、これを撃沈した。船団は西方に退避し、スケートはその場から立ち去った。 7月15日には、北緯48度29分統計147度36分、北緯48.483度統計147.600度、48.483147.600の地点で、海軍朝陽船三ホ丸を撃沈し、二人の捕虜を得た。翌16日にも北緯48度29分、統計147度36分、 北48.483度統計147.600度、48.483、147.600の地点で、バラムシル島発の505戦団から故障により、脱落して単独で航行していたヒホーマ丸を、撃沈した。8月7日、スケートは45日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、リチャード・ビー・リンチに変わった。9月8日、 スケートは6回目の紹介で、南西諸島方面に向かった。9月29日に、北緯27度14分統計128度21分、北緯27.233度統計128.350度、2 7 2 3 3十2 8 3 5 0の地点で、マスヤママルとゴエの特設総会艇、宝永丸を撃沈、劇鎮ほか沖縄島の沿岸部を偵察した。 11月2日、スケートは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島サンフランシスコ近郊のハンターズポイント海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。オーバーホール後の1945年5月11日、スケートはグアムに向かった。5月28日、スケートは7回目の紹介で、バーニー作戦に参加して、日本海に向かった。 このバーニー作戦は、この時点の日本に残されたほぼ唯一の重要航路に打撃を与えるものであり、津島海峡の機雷原突破と日本海を悠然と航行する日本船は、目標の減少に嘆いていた、潜水艦部隊にとっては、絶好のスリルでありえものであった。この作戦には9隻の潜水艦が投入され、ヘルキャッツヘルキャッツと命名された。 各潜水艦は3軍に分けられ、シードッグの RT ハイデマンが総指令となった。スケートは、タニー、ボーンフィッシュと共にウルフパック、ピアースズ・ポールキャッツ、ピアースズ・ポールキャッツを構成した。リレー式に、津島海峡を突破した、シードッグ以下の潜水艦は3軍それぞれの担当海域に向かい、6月9日日の出時の攻撃開始を待った。ピアースズ・ポールキャッツは、 能登半島異跡の沿岸部に進出した。6月10日昼頃、スケートは、六甲先沖で、七湾に向かって、浮上航行中の1 2 2を発見。飛害の距離はわずかに720メートルほどで、1 2 2は、スケートに横腹を見せる形で航行していた。スケートは魚雷を4本発射し、うち2本が命中。1 2 2は、火災を発生して沈没した。 二日後の六月十二日朝、スケートは、都議湾港に出現。都議湾内で、下白中の県城丸、日山丸、随教丸及び環境丸に向けて、魚雷を発射。風向きの関係で横腹を向ける形となった、県城丸、日山丸及び随教丸に命中し、海上にブリッジを露出した形で沈没した。環境丸に向けて発射された魚雷は、 沈没船が縦代わりとなって命中しなかった。6月24日夜に、宗谷海峡西側に到着。6月19日に撃ち取られた、ボーンフィッシュ以外の、シードッグ以下の各潜水艦は、翌25日正午に、ノームの中を2列従人浮上高校で海峡を通過し、オホーツク海に入った。7月4日、 スケートは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。この後、8月5日に8回目の紹介で出撃したが、途中で8月15日の日本降伏を受けて引き返した。スケートは帰国の途につき、9月6日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。続く4ヶ月間を西海岸での訓練活動に費やし、 1946年1月9日に、真珠湾に到着した。5月21日、スケートは、マーシャル諸島のビキニ干渉に向けて出港し、クロスロード作戦の標的艦任務に就いた。スケートは7月1日に実施された第一実験ウェーブルで大きく損傷したものの沈没を、免れ、真珠湾に栄光され、三橋に係留された。10月11日、 救難艦クランプがスケートを栄光してサンフランシスコへ向けて出港。スケートはメアアイランド海軍造船所で検査が行われ12月11日に退役した。その後1948年10月5日にカリフォルニア州沖合で沈没処分に付され10月21日に除籍された。スケートは 第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。